ニュースウェーブです。釣り業界のさまざまなトピックスを取り上げていくこのコーナー、今週も話題が盛りだくさんです。はい、ホッティも引き続きご参加ください。よろしくお願いいたします。今回はですね、水産資源管理、魚を増やす活動についての話題です。お大事。はい、先月11月の25日に日本釣り振興会と東京湾南部水産振興事業団によるカワハギの稚魚放流が、神奈川県の西浦賀沖で行われました。カワハギの稚魚、はい、皆さんございます。日本釣り振興会では毎年たくさんの魚を放流しておりますけども、実はカワハギの放流は本部の放流は初めてなんですね。今まで九州ではカワハギの放流してたんですが、本部でカワハギ放流するのは初めて、なぜかというとここ数年東京湾でカワハギが釣れなくなっているということで、じゃあ本部でカワハギやろうかということで、今回初めて企画をさせていただきまして、本日約1万匹の放流をさせていただきました。日潮時の放流っていうのは、海水あるいは淡水含めて100カ所以上で全国やっておりますけども、本部の放流っていうのはこのカワハギ初めてやりまして、あとはマグナとか放流しておりますけども、やっぱり放流っていうのは1年で終わりじゃないですから、継続して尾数が仮に減ったとしてもですね、継続して放流することによって、効果が出るということが分かりますので、今後も継続して、予算を限られた予算の中でやっていきたいと思っております。はい、なるほど。カワハギああやって増やしていただくっていうのは非常に大事なことです ね。ありがとうございます。かわいいサイズでしたなんか、ね、こんなちっちゃくてね、これかわいかったですね。あのぐらいのサイズの網目ハギっていうまだね、ちっちゃいサイズのやつを釣ったりして楽しんでたことありますけど、カワハギもかわいいなあって小さいサイズこの間ね、そのカワハギの釣り大会、僕冒頭で参加したっていう話しましたけど、やっぱねワッペンサイズはあんまり釣れなかったんですね。そうなんですか。だから結構いいサイズばっかり釣れたっていうことは、でもそれってちょっと心配じゃないですか、来年に向けてとか。確かに、そうってるのかなって感じです。だからこういうね活動、非常に僕はありがたいなと思います。はい、日本釣り振興会では釣り人の皆様からいただいた放流募金や会員の皆様からの会費と貴重な資金を使い、豊かな自然を回復し、釣り人が楽しめる釣り場育成のために海水面と内水面でさまざまな魚の稚魚や成魚の放流を全国100カ所を超える地域で実施しています。皆様のご理解ご協力お願いいたしますとのことです。いろんな募金活動とかもねあったりしますんで、そういうとこぜひ協力いただければありがたいです ね。堀田さん、やっぱりヒラメも放流ってとても大事な活動ですね。大事ですね、やっぱり今のヒラメ釣りは放流事業あっての釣果ということを聞いてますんで、僕もですね、さっきの番組のヒラメ糸でですね、3万円ですけども寄付させていただきました。それ以外ですね、各地でイベントやってるんですけども、その時は僕の方からですね、わずか金額ですけども毎回ですね、ちょっとずつ募金ですね、寄付させてもらっています。なんでですね、いろんなとこ行って募金箱あると思いますので、できればですね、皆さんも志ですね、少し入れていただけるとありがたいなというふうに思ってます。釣れるっていうのはすごい嬉しいことだけど、小さい魚が釣れた時はね、やっぱり今後の資源にもなるので、はい、なんで40センチ、明確な区切りはないんですけども、僕らがやってるこのサーフヒラメの中では40センチ以下の、いわゆるソゲというやつは、釣れても、傷んじゃいかぎりはもう一回離しましょうということをしてますんで、本当にね、この釣り初めて一匹目なんだから許してよっていう方以外はですね、ぜひですね、再放流ですね、ご協力よろしくお願いしたいですね。そうですね、確かに私もヒラメの稚魚放流去年ちょうど参加させていただいて、もう本当にね、こんなちっちゃいとこから完全にヒラメなんですよ、でもめちゃくちゃ可愛くてで子供たちとかもやっぱそれでも盛り上がるから、ぜひなんかちっちゃい時から授業とかに入れていただけたらいいんじゃないかなって思ってますね、個人的には、参加するとそういう気持ち芽生えてきますからね。楽しかったので、ぜひ参加してみてください。本当資源を守りながらね、ずっと釣りを楽しんでいける、そんな世の中だったらいいなと願っております。はい、ということでお時間なので、ホッティさん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。